思ったら時と場合によるわ。ありがとうございます。皆さんこんにちは、ナタデーファイルです。1曲目にお送りしたのが椎名林檎さんの殺し屋危機一発という曲でした。本日、日本甲府商店にお越しの皆さん、今日は何かお買い物されましたか？じゃあまずはマリノさんから。私はクリスマスツリーを買いました。ちょっと早いね。まだクリスマスあとちょっとあるから ね。そしたらじゃあトモナさんは。ベレー帽を買いました。ベレー、かわいいかわいい、あ、かわいい、好き。はい、クシャマさん。水筒買いました。私は実用的なもの、真っ白。まあ、それでお買い物といえばですね、実はベースの平松大五郎くんが先週20歳の誕生日を迎えました。おめでとう。おめでとう。まあ、この6人でコストコまでドライブで行って、大きなハーフシュートケーキを買って私の家で食べたんですけど、ハーフシュートケーキって何人前かご存知ですか？なんかはい、48人分です。当たり。まあ、ご覧の通り6人なんですけど、なんかコストコ行ったらね、気持ちが大きくなったのか、ちょっとフォトジェニックでめっちゃカラフルだったんでそれに惹かれて買っちゃったんですけどね。蛍光色でしたね。蛍光の水色でした。まあ、案の定なんかみんな3口ぐらい食べて、あ、もういいわってなって、なんか私誰も結局持って帰らずに私の家に大部分残ったんですけど、いろんな友達に声かけて、まあ、全部食べていただいたんですけど、まあ、現代の闇を感じた出来事でしたね。お買い物は計画的にっていう話です。ですね。ということで、まあ、次に行きますか。マイクチェンジしますか。はい、続いてお送りする曲は皆さんご存知のルパン三世のテーマです。See you.